出雲市長の飯塚俊之です。本日は新型コロナウイルスのオミクロン株に対応した新たなワクチンの接種についてお知らせをいたします。この度国からオミクロン株対応ワクチンの供給スケジュールが示され、本市でも病院や出雲医師会にご協力をいただき、この新しいワクチン接種を進めていく体制を整えました。まずは現在行っている4回目接種において、今月末から新ワクチンの使用を始め、その後来月中旬からは4回目接種を希望される12歳以上すべての方を対象にオミクロン株対応ワクチンを接種していただけるようにいたします。具体的な接種の日程についてご説明をいたします。まず身近な医療機関で接種を受ける個別接種においては、60歳以上の方など現在4回目接種対象の方には9月26日から新ワクチンを使用して接種を行います。次に保育園、幼稚園、小中学校、児童クラブの従事者の方には前倒しで接種券をお送りし、10月3日から新ワクチンを接種していただけるようにいたします。その後12歳以上のすべての方に接種券を発送し、10月11日から新ワクチンの接種が可能となるようにいたします。なお3回目接種においても10月11日からは新ワクチンを使用することとしております。個別接種の予約はそれぞれの医療機関で受け付けます。医療機関ごとに受付日時が異なりますので、詳しくは接種券に同封したチラシ、市のホームページなどでご確認の上予約をしてください。続いて集団接種については、市内5カ所に会場を設けます。10月3日から予約を受け付け、接種の開始日は10月13日を予定しています。3回目4回目の接種券が届いている方は、予約専用ウェブサイトからまたはコールセンターにお電話していただき、予約をしていただきますようお願いをいたします。接種日時につきましては、同じく接種券に同封したチラシ、市のホームページなどでご確認して予約をしてください。新しいオミクロン株対応ワクチンのスケジュールにつきましては以上の通りです。なお5歳から11歳の方の3回目接種が国において承認されましたので、今月から対象となるお子様へ接種券をお送りしております。ワクチンは1、2回目と同じ小児専用ワクチンを使用します。接種券が届いた方から接種できますので、接種券に同封した小児向けの接種を行う医療機関や予約受付日時をご確認いただき、それぞれの医療機関で予約をしてください。市内の感染状況は未だ落ち着いているとは言えない状況であります。市民の皆様には3密を避ける、換気をする、会話の時はマスクを着用するなど、引き続き日常的な感染予防対策を取っていただくようお願いをいたします。そして感染予防、重症化予防のために早めのワクチン接種をどうかよろしくお願いをいたします。